日野町阿部井に鎮座する香川神社の春祭りは4月の第2土曜日、今年は4月の10日に行われた。祭りは万馬といわれる広場で、お昼前から順番に参拝した阿部井、奥之池、桜、鳥居平の氏子衆たちが御幣を立てて酒を酌み交わす宴会から始まる。いや、まさに花見の宴だ。祭りの宴というものは神事や神輿の渡御が終わった後の直祝いというのが普通なんだが、香川神社の春祭りは、いやー、まず一杯やろうと氏神様の前でおみきを氏子がいただくことからスタートなんだ。実はこの宴の酒が後になって聞いてくるんだな。祭りの主役は長さ12メーター直径30センチという長い竹で作られた御幣。先端の神額の周りには玉のような飾りが阿部井は10個、他の御幣は6個付けられ、表と裏には毎年選ばれた四字熟語が書かれている。今年の神額には阿部井と奥の池が古きを訪ね新しきを知るの恩子知心、そして桜が美延年、つまり心を楽しむれば年を延ばす、そして鳥居平が寒天吉の4文字だった。この御幣は、つまりそれぞれの集落の神輿のようなものなんだろうね。そしてなんとこの宴会は延々と夕方近くまで続くわけだ。さて、香川神社の御祭神瀬尾律姫の御事にしゃもり一同が参列しての神事の後、祭りはいよいよハイライトを迎える。万馬の前を流れる桜川、そこに幅30センチばかりの細い板橋が架けられている。まず宮司たちの一行が渡った後、さあ御幣の大渡りだ。先頭の阿部井の御幣は見事バランスを図って一気に渡り切った。しかし他の御幣は何度も川に転落してのやり直し、とにかくお昼前から酒を飲んでるんだからもう酔っ払ってる。シラフでもバランスを取るのが大変なのに酔っ払ってるんだから川に落ちるのは当たり前だ。いやひょっとしたらね、この川渡りを盛り上げる見物衆へのサービス、つまりそのための朝からの酒盛りだったのかもしれないね。今年も無事お渡りをした御幣はお旅所の立ち井神社に参拝する。これで終わりかって、いやー、とんでもない。御幣はそれぞれの集落に帰らなきゃならないんだ。そう、また体操の平均台のようなあの細い板橋を長い御幣を持って渡るわけだ。遥か奈良時代の昔から香川神社の氏子の若者たちは年に一度の綱渡りじゃなかった、その川渡りをおみきに酔っ払って務めてきたのである。